get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. People wanna talk that talking reality. You have not seen me in action. You think the come up comes overnight. You ain't behind the scenes. Trust me, these things don't just happen. No shade to Gerald, but geez, don't come easy when you tryna eat out producing and rapping. I read that contract you sent me to sign, but excuse me, I can't help myself, I'm just laughing. Hey, you tryna cut out a piece of my pie, and I asked you politely, what's it that you offer me? Yeah, I produce all my own beats, and I have no intention of losing my publisher. Yeah, independent individual, boy, I've been eating off passive residuals. Yeah, let's be professional. Thanks for your time, but I had to decline. はい、おはようございます。ダンサー兼ビデオグラファー、フォトグラファーのドゥです。映像のね、作例の方をまず見ていただきました。いかがだったでしょうか。あの作品ですね、ここにあるこのレンズ、タムロンの 90mmF2.8DI3MacroVXD、 このレンズで全て撮影したものになります。はい、というわけで、この 90mm マクロね、発売前にタムロンさんからお借りすることができて、今回はそのレビューという形になります。タムロンさん、いつもありがとうございます。で、前の動画で、私がねタムロンさんの新製品発表会に行って、まあ、この 90mm マクロをねちょっと試させていただきましたっていう動画を上げたかなと思うんですけれども、まあ、その中でもね、実際にお借りすることができましたっていうお話ししたんですけれども、今回は、このタムロンの 90mm マクロをね、2週間ぐらいかな、しっかり使い込んでみたので、その感想をお話ししたいと思います。で、まあ、おおむね、発表会で触った感じとね、印象的には同じなんですけれども、まあ、実際使ってみて、あれ、ここいいなって思ったところと、ここはそこまでだったかな、みたいなところもありますので、そういうところもね、しっかりお話ししていきたいと思います。最後までお付き合いください。お願いいたします。で、まずね、オートフォーカスに関してなんですけれども、かなりねやっぱり優秀かなと思いました。ここにスイッチがあって、ここでね、被写体が遠くにいるのか近くにいるのかっていうのをちょっと選べるんですけれども、これを選ぶことによってオートフォーカスがねしっかり合ってくれるようになります。先日公園に家族で遊びに行きまして、娘とね妻がバドミントンをしてたんですけども、それをね撮影しました。で、動いてる子供に対してもしっかりねピント合わせてくれてたので、やっぱりねその辺は優秀だなっていう風に思いました。動いてる被写体に対してもしっかり合わせてくれるってことで、実際使えるオートフォーカスかなっていう風に思いました。で、最初に見ていただいたあの映像の作例、あれもねオートフォーカスで全部撮ってます。すごい暗い中で撮ったので、オートフォーカスね合わないんじゃないかなと思ったんですけども、実際、撮った素材の中で、3分の2はあったかな、合ってたと思います。3分の1くらいはやっぱりピント、外したんですけども、もう本当にね暗い中で撮ったので、まあそこはね、しょうがないかなと。なんであれが3分の2ぐらいピントが合ってるっていうのはもう十分使えるレベルじゃないかなっていうふうに私は感じました。というわけでね、ちょっと話長くなっちゃったんですけども、一番オートフォーカスがやっぱりすごく優秀であったってことですね。2つ目が、画質だったり、90mm っていう画角が、すごくね、面白かったなっていうところのお話をしたいと思います。はい、でちょっとね作例撮ってきてあるので、そちらを見ながらねお話しさせてください。で、今回ねマクロレンズとしてももちろん、使ってみたんですけども、まあ、マクロレンズとしてはねタムQも優秀だっていうのは分かってるかなと思うので、そこまでね今回撮らなかったんですよね、作例としては。それで、90mm の単焦点レンズとしてのスナップを今回結構ね楽しんで撮影しました。見ていただいている通り、やっぱり 90mm って割とね圧縮効果も、生まれてきて、ちょっとねやっぱり面白いんですよね。普通に 50mm とか 35mm で撮ってるようなスナップとはまた一味違った立体感のある、面白い絵が撮れるなっていうことで、私はね中望遠のスナップするのもまあもともとすごい好きなんですけども、今回はこの 90mm、すごくね楽しんで撮影をすることができました。描写もやっぱりすごくよくって、ピントが合ってる部分っていうのはすごくしっかり映ってくれると。で、それでボケもね優しくて、本当にねタムロンらしい写りっていうのをしてくれるなっていう風に感じました。というわけで、90mm っていう画角だったり写りがね、すごくね良かったっていうお話。
この辺がまあ2つ目の良かったなっていう感じたところです。で3つ目がね、このレンズフードですね、ここにね窓がついています。これちょっとはい、こういう感じでレンズフードね、窓がついてるって感じなんです。で、これもねどういう感じで使えるかっていうのをちょっと映像撮ってきたので、そちらご覧いただきたいと思います。回して操作するフィルターだとこういう風にやっぱり窓がついてるとね、窓を開けてフィルター回して操作するということができるので、すごくね便利かなと思います。私手が大きいのでちょっとね、ここでグリグリ動かしにくかったっていうのがちょっと正直あります。もう少しね横長になってくれるとこういう横に回転させるので、この横回しがしやすかったんじゃないかなと思いました。まあ、ただやっぱり、ね、フードつけたまんまでフィルター操作ができるっていうのはそれはすごくねありがたいことだなっていうのは感じたので、これはね、まあ、あの評価としては、すごくいいなと。ただその中でもこれ窓がもう少し広ければ使いやすかったんじゃないかなっていう感想でした。で次がねタムロンレンズユーティリティについてです。これはね私が一番ね押せるポイントかなと思っていて、タムロンレンズユーティリティというアプリですね、そのアプリと、レンズを連動させるタイプ C のケーブルでつないで、連動させることでアプリ内で操作ができるんですよね。で、ファームウェアのアップデートだったりボタンのカスタマイズだったりっていうのが、まあ、できるんですけども、その中でも私が一番おすすめしたいのは、フォーカスを ABC、 今はまあ3点かな、これが増やせるのかどうかちょっと分かんないんですけども、 ABC みたいな感じで3つポイントをフォーカスポイントを決めて、そこをねアプリで A から B に移動、 B から C に移動っていう感じで、フォーカスが移動できるんですよね。フォーカス送りができるって、これがすごくねやっぱり使いやすくて良、かったです。ちょっとねその映像あるのでご覧いただきたいと思います。手前のお猿さんをざっくりですが、ここを A ポイントに設定します。で、続いてこのお猿さん、このお猿さんを B ポイントに設定します。このタムロンのレンズキャップ、こちらをよいしょ C ポイントに設定しましょう。で、ABC と今ね、ポイントが決まりました。そこでじゃあ A ポイントから B ポイントにはかなりゆっくり3秒かけて移動しますね。 EASE でこれでどういう感じで、ピント合わせていくかっていうのを選べます。最初ゆっくりで最後の方早くする感じで、B から C に行くのは、ここはね割とキュッと行きましょうか。で、もうスッとまっすぐね合わせに行く感じで、 A から C に行くポイントっていうのもあって、 A から C これもね割と2秒ぐらいとかで行っちゃおうかなぐらいの感じで、こういう風にね選ぶことができます。選んだ状態からまず A に戻りましょうか。ぐーっと今ね A に戻っております。で A から B にじわっと、で B から C に行きます。C には割とね1秒でスッとアボになってますね。もう一回 A に戻ります。で、今度は A から C に一気に飛びましょう。うん、こういう感じで、フォーカスポイントを、C からねもちろん B にも行けますし、C から A に戻るということもできます。こういう感じでフォーカスポイントをね自由に移動させることができるので、かなりね使いやすいかなと思います。これがね本当に動画撮る人間からしたら、便利に使える機能じゃないかなっていうふうに思いました。はい、という感じで、フォーカス位置をね変えていくっていうのができると。でその
A から B への移動を何秒で行くとか、こうスピードをゆっくりから速くするとか、そういうのがね、いろいろ選べるんですよね。本当にね、これは使いやすいと思います。フォーカス送りね、やっぱり手動でやろうと思うと、どうしてもこうスピードがちょっとね、途中で速くなったり、自分が持ってるからこう少し動いちゃったりっていうね、カメラが動いちゃってブレてる感じになるっていうのがやっぱりね、起こりやすいんですよ。なんですけども、このアプリで操作するということで、もう一定の、ね、スピードで動かしたり、まあ、気持ちよくこうスピードを上げてったり、ゆっくり撮ったりっていうのができるっていうことで、本当にね、これはね、映像を撮る人間にとってはすごく使いやすい、システムかなというふうに思います。はい、で、ここからはね、少し微妙かなっていうふうに感じた点をお話ししていきたいと思います。もうね、実際レンズに関しては微妙かなって感じた点っていうのはほぼほぼなくって、なんですけど、まあ、このさっきも言ったスイッチを、まあ、近くの被写体を撮ろうと思って、近くのものに合わせて、で遠くのものを急に撮りたいなと思った時に、このスイッチね、動かしてるの忘れて、それを撮ろうとするとピントが合わないと。なので、これね、スイッチ慣れるまでは、やっぱりちょっとね、ミスることが多かったです。あれ、ピント合わないなと思って、ああこれだと思って直すっていうのが、最初のね、3日4日ぐらいはそういうのが結構あって、慣れるとね、もうスパッと近く通るときに動かして、パッと通って、遠く通るときにパッと動かしてっていう感じで、スススッと動かせるようにはなったんですけども、それが慣れるまではね、ちょっとね、手間取るかもしれません。はい、そこが一つで、次がやっぱフードですね。さっきも言いましたけど、このフードがね、ちょっと幅が狭いことで、横スライドをさせる動きっていうのがしにくい、もうちょっと広くできたらいいのになっていうところが1点。それと逆さ付けですね。私はスナップ撮るときに、本当はね、ちゃんとフードをはめて撮るのが一番なんですけども、フード逆さ付けで撮ったりする時があるんです。もう別にそんなに光強くないし、いっかっていう感じで、でこうなってきた時に、このボタン類とスイッチ類がもういじれなくなっちゃうんですよね。なので、まあ、使おうと思うと、こうフードを外した状態で持っていて、使うのか、フードをしっかりはめるのかという形になります。これが、ちょっとなんですよ。やっぱりフードはめてると、まあ、サイズもね、結構長くなりますし、私カメラをここに下げるので、これがね、やっぱりあんまり長いとちょっと動きづらいなっていうのがあって、いつもはね、こういうの逆さ付けしてて、光が強いなっていう時に、光ちゃんと切りたいなっていう時に、フードをつけるんですけども、それが逆さ付けをしながら撮影をするっていう選択肢が、ないっていうのが、ちょっとね、残念だったなっていうふうに思いました。はい、というわけでフード関係の、微妙かなと思ったところが、まあ2つですね。私がね、一番気になってたのは VC 手ブレ補正が、今回ついてないということで、これに関してちょっとね、試し撮りしたのがあるので、ご覧ください。はい、こういう感じでね、さすがに手持ちで1秒まではちょっと撮れなかったんですけれども、まあまあ割とね、やっぱりボディの手ブレ補正が優秀なので、問題ないんじゃないかなっていうふうに感じました。でこんだけ止まればね、平気かなと思います。これ以上遅いシャッタースピードで切ろうっていう時に手持ちで撮るってことは、まあまずないので、私的にはこのやっぱり手ブレ補正が抜けたことっていうのは、そんなに大きい問題ではないなっていうふうに実際に使ってみて感じました。というわけで、このレンズなんですけれども、私のね、しっかり使った感想としては、すごくいいレンズだなっていうふうに思いました。オートフォーカスが優秀で、やっぱりね、日常使い、その家族の写真だったりスナップだったりっていうのにもバッチリ使えますし、物撮りだったりね、しっかりした作品撮りっていうのにも使えるっていうことで、すごいね、幅が広いなっていうふうに思いました。でさらにね、やっぱりその
グッと寄った映像ね、マクロで寄った映像だったり、90ミリでねちょっと圧縮効果のある映像だったり、写真だったりっていうことで、ちょっとねこの作品の中にワンアクセントねポンと入れることで自分の作る作品っていうのが少しねワンランク上に上がるような感じにもなりますし、本当におすすめできるなというふうに感じました。というわけで、今回の動画は以上になります。この動画が良かったよ、参考になったよって方はグッドボタン、チャンネル登録もしていただけるとすごく嬉しいです。で、この後にですね、ちょっと載せきれなかった作例の方を最後にねパパパッと流しながら終わりにしたいと思います。それではありがとうございました。さよなら。